イコワス洗浄台は、千葉県千葉市若葉区洗浄台北に所在する商業施設。かつては、ラパーク洗浄台、千場台ショッピングセンターと称した。千葉都市モノレールの終着駅である千場台駅に直結したショッピングセンター。1995年に、当時の千葉県都市公社千葉県町づくり公社の前身が建設して開業した。当時は、 スーパーマーケットの長崎屋が展開するショッピングセンターのラパークの基幹店として営業していた。その後、長崎屋の経営破綻を経て、ドンキホーテの関連企業である日本商業施設が施設を運営していたが、2020年3月末までに契約が満了。その後は建物を所有する千葉県町づくり公社に運営が移管され、千条大ショッピングセンターと、 解消された。施設内には約75点のテナントがあったが、徐々に撤退し4月以降は十数点に縮小していた。その後同行者から受託する形で、施設運営をワンズモールやユニモチハラダイを手掛ける JLL モールマネジメントが引き継ぎ、約15億円を投じたリニューアルで老朽化した設備の改修等を開始した。同年代一気リニューアルとして7月6日に、 食品スーパーのロピアと持ち帰り寿司の千オダス氏が同月16日にドラッグストア松本清氏が開業。同時に施設名称をイコアス洗浄台と改めた。同年秋の第2期リニューアルでは農産物直売のワクワク広場クリーニング店のポニークリーニングなどが出店。さらによく21年春の第3期リニューアルと3段階かけて、 約80店舗が入居する施設としてフルオープンする予定。同社はリニューアルにより従来の同施設の場合の年賞100億円規模の施設を目指す。全身のラッパーク戦場、大戦場代の憩いの場であるとともに生活の拠点として街と人とを結び利用者に愛されるようにと命名された。また今日も明日も明後日もみんなが集まる。 商業施設として育っていきたいという思いを込め、意向はすもといった意味合いも含まれています。とも説明されている。ありがとうございます。